体何のことですか？ストーム、戦争、わけがわからない。もしあなたたちが言ってることが本当なら、私たちが生きてるこの世界、この時代、そしてここに生きてる人たちはみんなもうすぐ滅びるということですか？選ばれた者たちはストームから逃げることができる。他の人たちは？ストームのことを知らない一般の人たちはどうなるんですか？お医者様、これは試練なの。ストームから逃げられるのは選ばれた者たちだけ。試練？じゃあこの試練は誰が作ったの？選ばれる人たちは何をもって選ばれたの？あなたですか？導きの者ですか？それとも神？思考無常で偉大で全てを超越した存在ですか？他人の生死を決める権力は一体誰が与えたんですか？この全ての不条理を当然のように発生させたのは誰？秩序が正しい過去とは？もし時代がただ後退するだけなら一体どこへ、一体いつまで遡る？みんなの存在が消えるほど果てしない過去、文明すら存在しない過去だとしたら、私たちが追求してきた全て、歯科、芸術、文化、全ての進歩と創造に何の意味があるの？わからないわ、お医者様。どうしてそんなに人を気にするの？もし私たちが新世界に行けば、あなたの夢のままの世界が作れる。みんなが幸せになれる自由の国を作れるのよ。古い世界なんてただれて剥がれた肌、海の溜まった出来物のような切り離すべき存在なのに、どうしてそれを気にかけるのかしら。切り離すべき。闇に包まれた場所に抑え込まれた感情を、人々の心に隠された獣を、金箔の下にある腐敗を。私の声が聞かれているように、私もその訪れがわかるのよ。頭蓋骨の中で鳴り響く反響、極彩色のプネウマの声、理性を飾った装飾画についた汚れ、輝かしい道についたシミ、それらは切り刻まれ、上辺に塗られた顔料を剥がされ、面白みのない平坦な白に塗りたくられた。でもいつかは放たれる。放たれて全てをさらけ出すのよ。外で爆発？あなた！テオフィル兄さん
様はもう去ったの。彼は願いが叶って、まばゆいカーテンコールを迎えたのよ。でも残された人たちは、石でガラスを粉々にした。彼らはまだもがいている。テオフィルを手伝った時のように、彼らの役に立てたらいいのに。ミスターテオフィルを手伝った。あの場にいなかったからわからないのね。彼は私に駆け寄ってきて、口ごもりながら慌ただしく私の名前を呼んだの。炎は彼の肌を燃やし尽くしたわ。彼は苦しみ、顔を歪ませていた。だから水を探そうとしたわ。でも彼はもう燃えていたの。流れる液体は彼の脳みそと血管にしか存在していなかった。ミス・イソルデ、あなた自らミスター・テオフィルを。それが抑え込んでいた真実。お医者様、あなたの言う通りだったわ。心の縛りを解くのが治療の第一歩ね。私はもう完全に治ったわ。ねえ、よくできた。お医者様、あなたが私を誘ってくれたように、今度は私の番よ。私たちと共にこの世界を治し救いましょう。お医者様、おい、みんな大丈夫だ。カカニア先生は味方だ。ずっと面倒を見てもらってる人だぞ。イビーチ、この人たちは一体。アメリカから来た人が大暴れできるチャンスだって言うからみんなを呼んだんだ。ケルントナー通りからウィーン支部の入り口まで歩いて、アルカニストの自由と平等のためにって叫ぶんだ。アメリカ人らしいスローガンだよな。どうやら顔が広い人みたいでよ。金持ちだし、役人のパイプもたくさん持ってるらしいぜ。今回のデモがちゃんとできたら、居住証とアルカナム許可証の心配はいらなくなるって言ってた。心配がいらなくなる。カカニア先生も一緒に来ないか。こういうのあんた好きだろ。おい先生、どこに行くんだ。
カカニア、あなたは審判されるべきだ。どうして？あなたはかつて友人に希望と処方を与え、彼らと同一戦線に立つと誓った。なのに今あなたは黙り込み、彼らに背を向け裏切っている。あなたは患者を裏切り、同胞から逃げた。医者として、人として失格だ。じゃあ、どうすればよかったの？私は、患者の本当の気持ちを知ろうともしなかった。同胞たちのことも、おかげで彼らは何も知らないままに扇動されてる。そして私自身も、未だノームの中、自分ですら手にしたことのない真実をどうやって彼らに渡せっていうの？私だけでどうやってこの圧倒的な狂気と破滅に向き合えばいいの？あなたはただたまたま真実を知った。運よく岸辺に立っているだけの人。それはあなたの恥辱。そばで見ているだけならそれは犯罪にも等しい。約束をしたのに彼らを岸辺まで助けることができないのならそれは罪。もし今起きている全てを無視して去ろうとするのならそれは最大の罪。認める。私はただの偽善者だ。あれほど仲間を渇望してたのに、彼らが私を必要とした時、私は背を向け進むことを躊躇した。彼女に心の抑圧を解き放とうと言ったのに、彼女が本当にそうした時、そのせいで起こった壊滅的な結果を受け止められなかった。全ての同胞が自由に生きる世界を迎えられるように、あれほど情熱的に夢を語ったのに、こんな形で夢が叶うなんて、おぞましいことこの上ない。悪夢でしかない。アルカニストの分離派を作りたいと主張したけど、本当にこれは申請したことになるの？ただの裏切りじゃなくて、私の父や母、兄みたいに中産階級になった途端、物売りの小商人をやっているアルカニストだった自分を隠すようになった。もうわからない。だからお願い、どうか教えて。私はどうすれば。もうお分かりなのでは？雨の帳のもと消えるは誰か。永遠の幸せと無常の賜りを得るは誰か。それは虚ろ、不在の虚ろか。ミス・カカニア！無事でよかった。ずっと探してたんです。とても大事なお話があります。この世界には危機が迫ってます。でも私たちが協力すればたくさんの人を救うことができるかもしれません。